どうも皆さん、カズマでございます。パート、6ですね。同じチームに所属している方ですね。この方が、この方にリクエストをいただきました。遊び TA のね。で、あの方はいなくなってしまいましたけど、まあ、でも代わりにね、来てくれましたね。あ、2位でやってる。なんで？いつも、目玉りなんですけどね。この方いつも目玉りでやってるんですけどね。これ言っていいかわかんないけど。もう YouTube こういうのめんどくさいですね。まあね、でもね、しょうがないよな。個人情報ですもんね。それは言われたら嫌って方もいますもんね。それはそうだよね。それはそうだよ。インターネットなんか、ね、個人情報ばらまき放題ですもんね。怖い怖い。ばらまき放題ではないか。ちょっとロックとかあるかな。落ちるんじゃないの？ああ、落ちなかった。落ちなかった。怖い、怖い、怖い。まあね、なんかね。おうおうおう。怖い、怖い。なんか、最近、僕の気のせいかもしれないですけど、僕の知り合いに使う方多くなりましたね。なんか、やたらミーっすね。みんななんか、前は違ったのにね。なんか、最近、ここ最近、ミーにね、みんな結構ハマってんのかな。めちゃめちゃ多くなりましたね。はい。いいことかな？いいことではないのかな？いや、でも、まあ、いいんじゃないかな。僕としては嬉しいですね。なんかね。親近感が湧きますね。やっぱね。メタマリ時代じゃなく、ミー時代をね。嫌だよ。みんなに抜かれていく。ここで落ちるっていうね、そこの嘘のなさですよ。1位から4位、僕の知り合いです。へえ、くれー。 まあ俺が出したわけでもないけど。ええー、逃げる逃げる。ほう、バナナやるやる。やっぱ楽しいな。インターネット楽しいっすね。インターネットじゃねえわ、なんていうんですかね。この、アイテムありの軸はや楽しい。やってて楽しい。なんかね、僕の出してるあれもいいんですけどね、僕的にはね。結構ね、ガチレな感じのあの動画。やっぱこれもいいな。うん、これもいいや。はぁ。これどうやって鳴らしにするんでしょうかね。僕わかんないですよね。2万3000まで長い。まだ、ねえ、140かな。 もうあやふやっすよ、計算も。140か。140まで貯めなきゃなんないんですよ。140？ そうだよね。うん。僕のね、チャンネルの再生リストをね、見てくれた方はわかると思うんですけど、最近ね、ちょっとね、ビートボックスをね、練習してるんですよ。まだできないですけど、ダメですね。こう、実際自分ができてると思っても全然できてなかったりとかね、まあ、関係ない話なんですけど。
いずれ多分、なんかのテスト動画で出すと思います。まあ、その時は温かい目で見てください。まあ、ガチ、そんなそこまでガチではないですけど、まあね、軽い感じでね。ああ、またしくった。もうダメだ、最近。ほんとダメだな。現実バケンだ。おー、ピナーならなかった。あ、落ちるとこ間違ったな、これ。あららら、もうみんな早いな。待ってくださいよ。嘘でしょ。跳ねる。怖い。あぶねえ。あぶねえ、怖い。一気にやっちまえ、やっちまえ、やっちまえ。どっちみち3位じゃん。なんですかそれ。どっちみち3位っていうね。そないに順位が変わらなかったっていうね。長いなぁ。まだまだためやんなきゃいけない。でも TA もちょっとやりたいんだよな。もう最近なんかこればっかやってるかわかんないですけど。ダメっすね。なんか TA もなんかこういい感じにできないし。どうしたもんかな。今ちょっとほんとなんかスランプ中なんですよね。まあいっか。ねえ、こうやって楽しくやって投稿できれば俺はいいかな。俺はいっかな。まあ、TA 動画出してるっつってもそこまで早くねえしな。正直遅い方の部類だしな、俺なんて。マジで。おうおう。おお、怖い。出た。いって。あっぷね。やめろって。あ、いで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 。うわ、今のマジナイルわー。いけ。あえてここでショートカットをするとね、昨日切れてるから怖い。マジで。5位だ。やっぱ最近ダメだな。
さすがにね、動画に、動画2本ね、立て続けに投稿するとちょっと疲れますね。じゃあ今日はね、これをね、撮り終わったらね、今日の投稿は、あ、いや、しないかな。多分しないかな。もうしないかな。昨日秒サーキットか。なぜ昨日秒が。ああ、ミラーだ。ミラーは苦手だ。これ時間通りに終わんのか、これ。ちょっと心配。これで1位取ってもね、すぐぶち抜かれるのが関の山っすよ。お、傾いてきた。ボム兵でガードするというね。どんだけ壮大なガードな。焼きバナナになりました。ていうか、バナナの役割何なんだよ。ガードしろよ。あぶね。うえ、怖い怖い。どんだけ抜かされてくねえんだよ。音がなんかおかしくなったぞ、今割れたんじゃねえか。あぶね。ないわー、マジでー。まさか最後は妨害銃に阻まれるとはねー。ま、じゃあ今回、実況動画パート6はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。